5000円。これ全部で5000円ですか。いや、もうちょっとします、ね、それはさすがにちょっとあれです。でも角が立ちます。あの、あれでしょ。いや、それでも近い、もう1万円全然いかないですね。これに繋いでますからね。はい、このパワーアンプやっぱり優秀ですね。ベリンがやっぱりこの、あの筐体がこれちょっと弱いんですよそういう軽くていいんですけどやっぱり値段がすごいですね。そうですね、弱点がもうまず筐体が弱いっていう。これってフランジャーで、これがディレイ、ディレイとディバーブ、ね、これがプリアンプですね。はい、プリンってあるんですか。あ、ドライブを削ればいいですか。
トラメタルあるじゃないですか。こっちをクリーンにして、はい、これいくらなんですか。これも1980円です。鳴らすと、そうですね。もうこれだけで全然、全然大丈夫ですね。違いますよね。うん、これ買ってみてね、家で繋いでみて、はい、全然違う音だと思うんですよ。やっぱりある程度パワーアンプの力もありますよ。いやいやいや。まあお試しください。はい。なんか俺の友達のシンガーの人がいるんですよ、はい、あの名前はちょっと伏せておきますけど、はい、結構売れてる人で、はい、その人から、まあ、デモの音源とか送られてきて、はい、ギター入れてくださいみたいな感じですか。それ入れたらなんか曲ちょっと一緒に作ったりとか、はい、でなんかふと俺もちょっと歌練習したりするので、はい、なんかマイクって何使ってるんですかみたいな、はい、聞いたんですよ、はい、俺のイメージはすごい上手やから、はい、なんかこう高い ノイマンとかね。あ、はい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 、もうノイマン一択ぐらいかなと聞いたらベリンガーって言ってて、もうベリンガーの一番安い、はい、一番安いか分かんないけど多分1万円ぐらいとか言ってましたよ。もうね、俺その時思ったのが、いや分かんない、機材売ってるとこっていうのもあれですけど、はい、機材あんま関係ないですよ。まあ、ほんで、ほんで、その声聞いて、はい、その1万円の歌声を聞いて、はい、ほんであの製品版の高いマイクで聞いたやつ聞くじゃないですか、はいはい、もちろんそれは違いますよ、はい、もう多分ここの音域が出てるとか出てないとか多分あるわけじゃないですか、はい、でも、もう俺からしたらもうあんま変われへんなと思いました。